はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日は久々こちらですね。うん、レゴマインクラフトザ・ネザーレールウェイです。はい、こちらですね、先日あのジャランで行ってきたレゴディスカバリーセンター東京、あそこのショップで売ってましたので、はい、あの買ってきました。うん、ちなみに今ね、ザ・ネザーレールウェイと言ったんだけど、うん、日本語版は暗黒界の線路っていうらしい。ネザーは暗黒界と訳されてるんだね。すごい。じゃあ早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがザ・ネザーレールウェイですね。うん、はい、こんな感じになっております。ネザーの中に路線を組み立てたっていう感じだろうね。うん、うん、で、ミニフィグでついてましたのはスティーブのダイヤモンド装備。そうだね、うん、レギンスとチェストプレートと、あとヘルメットはつけてないね。うん、うん、で、ツルハシもダイヤモンドだね。はい、ゾンビピックマン。そうだね、ゾンビピックマンが金の毛を持っているんだよね。そうだね、持ってますね。うん、はい、この子は襲わなければ大丈夫だね。うん、そしてこちらがこれ何これね、マグマキューブってやつなんだって。 あのスライムのネザー版みたいなやつ。あ、これ敵なんだろうけど、一応ですね、こういう風に開くようになってます。本当だ、ブワーってね、多分見たことないからさ、どういうものなのか分かんない。多分攻撃してくると思うんだけど、うん、攻撃してくるとき、あ、多分ジャンプするときに、あ、そうかもね。うん、スライムもだいたいこうなってジャンプしてるもんね。あ、そっかそっか。あのガストみたいに火吐くのかとか、そういうことはちょっと見てないからわかんない。見たことないからわかんないですね。うん、これがビッグマグマキューブで、あとスモールマグマキューブもついておりました。はい、全体的にはこんな風になってますね。うん、これ一応トロッコあります。はい、で、線路の上をこうやって一応滑走して発射することはできますね。うん、ただこれね、乗っかってるだけです。はまったりはしてないです。こんな感じ。うん、でこのボタンを押して発射するみたいな感じなんだけど、うん、一周させてみてもらっていい？はい、ここ通るときに、そうそうそう、マグマキューブがぷよんって出るようになってるの。すごい。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。2回出てくるんだ。あの前の車輪と後の車輪でね。一応マグマキューブの顔をこうやって動かせるので、うん、レールの下の部分を押して出てくるような仕掛けになってますね。あ、すごい。で、この辺りにはこれネザーラック、うん、ネザーラックと、あとマッシュルームをちっちゃいやつ入ってますね。うん、あとここにもなんだっけ、これキノコ、キノコがありますね。はい、それで2016年のレゴマインクラフトと同じようにですね、今回もあのいろんなパターンで組み替えられるんだよね。うん、個別のブロックにこういう風になっているので、簡単にね、外して、で、レイアウトを組み替えられるようになってます。今とりあえずはこのメインの組み立てにしてありますね。うん、はい、だからこのセットを何個か買えばすごい長いコースとか作れるわけですよ。あ、ね、すごい、やった、ついにネザーに路線が開通したぞ。よし、早速試運転だ。ボタンを押して出発だ。わあ、ゾンビピックマン。でも攻撃しなかったら大丈夫だ。うわ、マグマキューブ。でも安全だ、これなら。ふう、到着。試運転はこれで完了。なかなか良かったな。うわ、マグマキューブだ。わーからの転落さ。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ネザーレールウェイでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。はい、はい、あの他にもですね、レゴマインクラフトの、ものを3つほど買ってありますので、うん、あの2017年の新シリーズね、うん、あのそれもまたおいおい作っていきたいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。